どこでやんだ。これは埼玉県のあれかな、これ。なんだろう。これはどうなってるんですか。次ここが会場かな、これ。あそこの高いところがステージっていうのがいいですね。なんとなく、なんとなく。ダメだよ、ちょっと。意味ありげなステージでいいですね。JR 東日本の皆様、お待たせいたしました。こちらの方にお列をお願いします。あんまり前に行くとこう変なやつが、変なやつがいる気がして、まあ、ペンギンが、ペンギン、そういう、あそこの後ろの像が大事ですよ。すごい小道具いいですね、あれ。小道具？私？ありがとう。そこに向いたらみんな、ね、そこ見ますもんね。一応これピストル、ピストルなんですけど。すごいアイデア。そこに向いたら、うん、いいアイデアでした、ね。ありがとうございます。すごいなと思って。さすが。これあのシャボン玉こう出るやつなんです。はい。いや、とりあえずみんな注目しますから。前、前行くか。次。メディアの人とか来てるから。あそこの台の上に登っちゃいますか。そこの、周りさんいるから怒られるかもしれない。いない。目の動画はテレビのように撮ってはいけないんだって。テレビのように撮ってはいけないの忘れてた。交通安全の5段階の方々のご協力をいただきまして、これから交通安全の皆様の
交通安全、交通安全です。ありがとうございました。続きまして、テレビのように撮ってはいけないです。割愛をさせていただきました。ご来賓の方々をここでご紹介させていただきます。なんだこれはっていう、東日本旅客鉄道株式会社平和駅長佐藤敦様でございます。交通安全保護者の会、パフの会、浦和副支部長松木優子様でございます。この人は JR の人かな。JR の服だと思う。埼玉市交通指導員浦和支部長安谷達恵様でございます。はい、埼玉市交通指導員南支部長内藤達明様でございます。これは県警マスコット。埼玉県警はポッポくん、ポッポくんです。よろしくお願いいたします。早速なんですが、今回浦和警察署の一日署長として任命されたということで、お気持ちは。すげえ真面目に取材してる。ありがとうございます。毎日新聞からこの人。子供の時から今の仕事を始めさせていただいていて、すげえ真面目に撮ってる。真面目に撮ってるやつが真面目に取材してる。とても制服がお似合いでいらっしゃいます。この人は埼玉市の広報の人。こっちの人は新聞の記者さんです。大体いつもバイクのあれの場合はこう、この辺にこう、裏側にいるんですけど、邪魔しないよ。プレスカード持ってないですから。それでは最後になります。本日お集まりいただいております、はい、皆様に交通安全についてのメッセージをお願いいたします。星野さんは NHK インテリミート情報の番組タンカルニュースにご参加いただきます。本日は交通安全への思いを込めましたタンカルをお聞きいただきました。交通安全へのメッセージをそのタンカルに向けてお伝えいただいてよろしいでしょうか。暗がりに終わって光る感謝祭、気をつけてねという母のこと。ありがとうございます。今お読みいただきました短歌なんですが、はい、どのような思いを込めて作られたんでしょうか。誰かのぬくもりがなんかそこにあるような感じがして、そういう運動というかその行為が広まっていけばいいなというふうに込めて作りました。なるほど。すごく星野さんの人柄が入った柔らかい優しい短歌ですね。本当に素敵な短歌をお読みいただきました。星野さんにどうぞ皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。夕暮れ時にも事故が多く発生しているようでございます。今星野さんの方で参加で歌っていただきましたが、感謝祭を活用して事故防止にどうぞ心がけてください。星野さんからお話を伺いました。ありがとうございました。プレスの人が来ると邪魔になっちゃうから下がらなくちゃいけない。
係の者が警察に入りましたバッグを皆様に配布させていただきます。交通安全保護者の会の方はバッグを1つ置く、その他の方はお二人で1つ置くとなります。袋を受け取られながら順番にお皿を利用いたしまして、西口ロータリーを見て警察署配布をお願いいたします。くれぐれも車窓を横切るということがないようにご注意ください。よろしくお願いいたします。お巡りさんがなんかミーティングしてミール新聞読売新聞の綺麗なお姉さん邪魔したと怒られちゃうから。それでは開始をいたします。お願いいたします。疲れちゃった。ルアコ周りさん撮ってればいいの。解散かな。疲れちゃった。おじいちゃんとおばあちゃんの人はお巡りさんのおびりがな、お巡りさんとか市役所の大きいかもしれない。市役所系。ああ、なんだ、疲れちゃった。疲れちゃったよ。喋ってるだけであいつ埼玉県人じゃねえなと思う。分かっちゃう。帰ってきた。ああ、すいません。あ、ありがとうございます。うん、なんかお母さんにもらって、うん、子供が書いたながら歩き運転はなくしましょうシールが貼ってある。じゃあこれシール貼っときますか。武蔵木号にスーパーカブ武蔵木号に0時20分には、こちらで閉会式を行います。0時20分にはこちらの方に集合するように皆様のご協力よろしくお願いいたします。なんていうのかな、関係団体の人がこれ配ってるんですね、今ここでね。解散じゃなくて、疲れした。シールは武蔵のように貼っておきましょう。次そこで芸能人がなんかやってる。芸能人やってんだけど喉乾いちゃって最初の前に疲れちゃう。また
明日明後日も出てかなきゃいけない。基本芸能人には興味ありません。疲れちゃった。マスコミのみでお願いします。撮影ご遠慮願います。撮影ダメだった。マスコミの方以外撮影ご遠慮願います。こういう時に結構ダメなんですね。プレスカード持ってないと。周りさんが止めて広報の広告の、こういう時はダメです。この厳重な感じの。暑いでしょ。あ、暑いです。お疲れ様です。どうも、はい、厳重な感じの。はい、疲れして。帰ろうかな。疲れちゃって。よし、帰ろう。どっちから帰んのこれ。道。疲れちゃった。帰ろう。では。帰ろう。疲れちゃった。なんかやんのかと思った。なんかここ人の家みたいだな。人の家。これ。どうしようかな。終わりかな。いや、時間が明日明後日また出なきゃいけないよね。12時だから帰ろう。帰っちゃおう。いや、これどうやっていくんだもん。これなんか書いてあるな。渋沢栄一。どこだっけな。群馬だから、他に群馬か。地面に配ってるな。あのお姉さん、こっちまで来て配ってる。
今日朝早く起きたから早く寝ないと。木金土曜日か。土曜日きついもんな。そういえば台風がこっちの方に、日本の方に来てるんですけど、いい天気ですね。埼玉弁護士会。また何かやるのかな。あそこに白バイの周りさんよ。白バイやってくんねえかな。白バイ面白かったよな。そういえば滋賀県走らないんだ。疲れちゃった。なんか配った解散なのね。というのはうなぎのうなぎ屋が多いけど、あれなのかな。疲れた。いや疲れちゃった。土曜日も日曜日もあるから、これ浦和の駅は新しくあれしてんのかな。これ白バイこっち行ったけど、俺のことをくっつけてくんじゃねえかな。あいつは面白くねえやつだし。疲れたな。疲れした。
疲れしたな。埼玉県は結構なんか走りづらいよな。車が混んじゃって、秩父の方はいいんだけど、299号線の、まあ、オートバイ乗りの3日ですね。結構混むもんな、埼玉は。16号線走っても、千葉も走りづらいけど、茨城は走りいいよな、田舎すぎて。東京も結構走りやすいんだよな。東京は昔と比べて随分スカスカになったもんな、やっぱり人口が減ったからか。昔はそこの上野のオートバイ店っていうのが、オートバイパーツ店の後輪とかあったけど、しょっちゅう行ってたけど、トラックも多かったし、浦和ってこういうとこなんだよね。疲れした。よし、あとはこの時間帯だったら混まないんですよね。これホンダだと思うんだよね、このバイク。疲れた。ここで働いてるお父さんも元気だよな、2人年取ってんのに。さっきもらったやつ買っていくか、めんどくさい、後でやると。これそう、はい、どうも、お疲れ様でした。どうも。はい、ありがとうございます。ゴミもらっていかなくて。え？ゴミ。ゴミ？これ、ここのゴミ。ああ、うん、いいですよ。はい、すみません。はい。あ、じゃあそれ、領収書になってますか？じゃあ領収書は、ここをあげ、お客さんにあげていませんでした？さ、半分。もらいましたよ、なんかね。わかりました。はい、すみません。あれ、ここに、領収書って。確かもらいました。はい、わかりました。交通イベント見てきたんですよ。え、交通イベント、あー、東宮、うん、やってますよね。そこで今駅前でやってたんですけど、おー茨城から来たんで。あ、そうですか、はい、バイクで。そうです、バイクで茨城から来たんですか。茨城っつっても千葉県の境目ですけど、はい、取り出て、あー、はい、金川の坂ですよね、で、これカメラで一生懸命映してきた。そうですね、やってきたんですか。はい、今仕入れもらったんで。じゃあ、あれじゃないですか、孫にお土産。いや、孫いないんですよ。じゃあ、お父さん、こう自分の子供。いや、一人もだ。一人も。大事に持ってってください、記念に。はいはい。
まあ、ここに貼っておきます。もらったけど、あ、なるほどね。はい、作ってるんですけど、いないんですよ。誰か紹介してください。いや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 、もう、ばあさんばっかりですよ。ばあさんでも、かわいいおばあさんいるじゃないですか。いや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 。お父さんはこの辺なんですか？あ、自分ですか？はい、自分は、うん、この辺ですよ。あ、いいですよね。結構この辺、あの、最近です。はい、あ、はいはい、すみません、一時利用、はいはい、これなんですけど、これ埼玉市っていうのが出ないから、こう一個ずつこう切れるんですよね、これね。全部貼りたいから後で向こうで貼りますか。後で貼ろう。疲れちゃったな。作って。じゃあ、これ止めます。